やるぞ。それでは石原氏の会見を始めます。知事、よろしくお願いします。最初に一つ私から緑の東京募金を開始します。そしてそのですね、記念のシンポジウムを開催いたします。本日都議会で緑の東京募金条例、東京募金基金条例が可決されました。これを契機にですね、都民企業の皆さんと手を携えて緑のあふれる東京の再生を進めていきたいと思っています。この緑の東京募金は7月から実施しています例の海の森募金をですね、統合してより広範囲にかつ強力に東京の緑化を推進するために、募金目標額をですね、3年間で8億円として今月は22日から開始をいたします。いただいた募金は海の森の苗木購入や校庭の芝生化、街路樹の倍増、花粉の少ない森づくりといった緑を植え育てる取り組みに活用してまいります。22日には募金の推進機関であります実行委員会を発足するとともに記念のシンポジウムを開催します。シンポジウムでは、安藤忠雄さんですね、基調講演をお願いして、加えて、かつての宇宙飛行士の毛利守さん、それから東京のレンジャーのですね、発起人であります、野口健さんに出席をお願いしています。また今月20日にはですね、保護者をはじめ地域の方々などの参加を得て練馬区の中村小学校で校庭の芝生化を推進するためのフォーラムを開催します。このフォーラムでは、校庭の芝生化を支援する企業団体などからなる芝生応援団の結成の呼びかけなどを行います。こうした取り組みをきっかけにですね、多くの都民企業の方々に募金を呼びかけて、広範な緑のムーブメントを創出していきたいと思っています。緑のあふれる都市東京を再生するために都民企業の皆さんの幅広いご協力をよろしくお願いいたしますということであります。私から申し上げること以上ですが、質問があったらどうぞ。はい、どうぞ。朝日新聞の寺西です。横田基地の軍民共用化についてなんですけども、スタディグループの期限も迫ってますが、8月末の会見では知事、残念ながら交代しましたと、で、ちょっと大きな手を打とうと思いますとおっしゃっていましたが、その後官房長官にもお会いになったと思いますが、その後はどのようにこう今議論が進んでいると捉えていらっしゃるのか。その後ですね、日本側とアメリカが要請したですね、アメリカの調査機関の、スペグラムというところのですね、これゲイツという前の在日米軍の総司令官と、それから外交問題のですね、コンサルタントとしてフランスとトルコの大使だったら何とか名前忘れましたがね、2人が来ましてね、で私もですね、紹介しましてね、外務省防衛省国交省の幹部に会ってもらいました。その時彼らが認識を持ったのは、日本側は私にしてはようやくって感じだけども、この3省が一枚岩だということを非常にそのですね、痛感したと。これは大事なですね、日本側の姿勢であると思うと。でこれはですね、なんていうのかな、そのままアメリカ側にも取り次ぎます。それからアメリカ側が言ってるね、とにかくこれは具体的なボールを投げないとですね、ことが進まないんでね、例えばターミナルをここにしたらいいんじゃないかとかね、うんぬんぬんのボールを投げましたらね、たちまち、向こうはやっぱり出先の役人ですからね、その大筋忘れて何でもかんでも反対してくるわけ、理屈つけて。でその中の滑稽なのは、大学校があるんですがね、あそこにですね、その危険物、つまり爆発物ってもので搬入するためにね、滑走路を使ううんぬんだからね、ここがダメだだって言うけどね、そのゲイツ司令官、これまず正直なんだけどね、そんなことありえないと。爆弾なんてのはね、飛行機で絶対輸出、その搬入しない、あるのはせいぜい揮発性のね、そのなんて言うんでしょうね、可燃性の強い液体とかそんなものはあれするけどね、爆発物、爆弾の類はですね、船でしか運ばんということをね、向こうが正直言うわけですよ。でこういったものはね、問題にならんでしょうという具体的なサジェッションもありましたがね、大事なことはやっぱり、ね、その現場の問題になってくるとね、みんなそのお役人、軍人もそうだけど守るわけ、自分たちより
これはもともと小泉総理とね、ブッシュ大統領がクロフォードで合意した、とにかく日米関係なんて使ってないなら使わせようと、とにかくそれがね、日本の国益につながるんだと協力しようという建前あるわけですからね、ローレスのごときはだね、入間がアジアが、厚木アジアが代案考えるとか、バカなこと言うなと、お前って役人だったら、高等の役人だったら、大統領の指名ってね、これをそのね、如実に実行することがお国のためになるんでね、頭冷やしてこいって言って、向こうは苦笑いして分かって帰りましたがね、その延長でね、やっぱりその役人が小手先で自分たちのこう現場の利益を守ろうとするのは、通兵ですよ、どこの国でも。だからこれは、もう一回、その認識をね、固め直すために、今の柴田大使は本国に帰ってみて、帰ってきそうそうですね、私も会ってその念を押しますしね、そういう形で、とにかく具体的にことが進んでいくようにしますし、それから退任しましたけどね、森屋君は非常に時間についてよくやってくれました。で、あそこにですね、その自衛隊の、航空自衛隊の要するに本部があそこにこう併存して置かれるということは、私もそう思うけど、いいことだと思いますね。つまり日本の言い分が通しやすくなるしね、向こうの言ってる実態、例えば降下訓練するとか言ったって、パラシュートのね、降下訓練、横田する馬鹿いねえんだよ、こんなものは。誰だって俺はあんなもの、平地だったらね。だったらね、やるんだったら、そんなものはそのシフトしてね、北富士でもどこでもやりゃいいんでね、そういうこともできますよということを、むしろそのゲイツ元総司令官なども言ってますしね、そういうものをこう退席していくことで、こうカード一枚一枚、オセロじゃないけど、ひっくり返したらさらにひっくり返す、そういう合議を重ねてですね、基本ラインというものをもう一回確認して、進めていきたいと思ってますけども。もうあまり期間がありませんけれども、その軍民に向けてっていうのは着々と進んではいるというご認識なんでしょうか。ですからこう一挙に非常にポジティブな結論を出すためにもね、大使にも会うと思います。これ谷地、次官にもあってね、外務省が中心になって動いてるんだから、その線でとにかくやってくださいということを言いましたし、町村官房長、彼はね、外務大臣としてね、非常に協力的にやってくれましたからね、いい人がその官房長官に座ったんで、この間は会ってですね、その確認をしてきました。相手はね、とにかくしたたかというかね、まだ日本を占領しているつもりでいるんだから、やっぱりそれ相当の気迫で言わないとね、分取られたものを分取り返すことは難しいと思いますよ。これはやっぱり日本の外交のね、根性の問題だと思うね。メディアも一つね、その国の交渉っていうのを支援してやってくださいよ。貢献につながることだから。はい。西村ね、君は。あなたは質問しないことないね。頑張って。東京 MX の大森です、はい、今度の8日にありますオリンピックフェスティバルのことでお伺いしたいんですけれども、当初知事出席予定だったのが欠席ということなんですが、いや欠席ってなんかあんまり大きなイベントにならないみたいなんでね、それから天気も良くないし、なんかこの毎年やってるんだそうですよ、スポーツ振興のためのデモンストレーション、ということでね、休日さえて出席していただくのも結構だということなんで、そのつもりはおりましたけども。知事、オリンピック招致について機運の盛り上げが大切というふうに知事おっしゃっていますけれども、その機運の盛り上げに知事は参加しないということですか。いや、それは費用対効果というか、労力と、ね、効果の問題でね、別にサボってるわけじゃないんだから、はい、もっと他にすることもありますが、やります。オリンピックだけは統制じゃございませんから。それはあなたが少し国にもねじ巻いてくれよ、もう、腰が引けちゃってね、やっぱりこれはね、国がね、その別にお金をむしり取るつもりは全然ないんだけども、やっぱりやろうじゃないかって気持ちになってくれないとね、これやっぱり IOC での選択競争の時も迫力出ませんからね。ああ、はい、どうぞ。NHK の本田といいます。最近事件になった L&G という会社 の種子法違反事件の関連なんですが、 L&G って何ですか。種子法違反事件ということで、今警察の捜索が入っている新宿区 の,
会社なんですけれども、多額のこう出資を募ってですね、大変なお金を募って、まあ、消費者を騙しているというような事件で、東京都もですね、立ち入りというかこう事情聴取に行っている状況なんですけれど、東京都も立ち入りのちょっと手前なんですが、事情を聞きに行って、まあ、その販売方法とか会員の集め方とかがどうだっていうようなことを、まあ、話を聞きに行っているっていうのが今週あったんですけれども、東京都が被害者なの、それとも東京都も関心を持って監視ということで、それ何、はい、炎天です、はい、それで東京都としてもこの消費生活条例を強化して、その指導を取り締まりを強化していくということに7月からやっておられますけれども、まあ、こうした事件への、その、まあ、警察とは違ってですね、こう消費者を保護する行政としての、まあ、指導とか対策の重要性とか、まあ、そういったところの見解を教えていただけますでしょうか。それはね、まあね、事例によってね、その対処の仕方も違ってくるでしょうけども、まあ、あの人はそのいろいろ前歴があるんだってね、今まで同じような事件を起こしてて、逮捕歴もあるんですか。なんかちらっとそんなような読んだみたいな気がするんですが、まあね、つまりその加害者である、まあ、相手側とね、被害を受ける消費者の、まあ、法律に関する専門性の濃淡の問題だと思いますね。それは素人って本当に簡単に手ひねられちゃうから、だからそういう警告をね発するというか、しかしやっぱり進行中の問題でね、消費者の迷惑が露呈する前に、そういった何でしょう、営業活動をですね、その行政側が警察を向けチェックするってのはやっぱり難しいんじゃないですか。だからね、これやっぱり被害が出て初めてね、そういう実態っていうのはこう露呈してくるわけでね、まあ、条例で縛れる、規制できる限界っていうのはあると思いますね。それから警告というんでしょうかね。ですからちょっと疑義を感じたらね、相談の受けない、そういったその窓口というのも設けてありますし、またもっとしっかりと設けてですね、こちら側もそのどういうんでしょうね、責任のある答弁、責任になるというかな、やっぱりその相談を受けた人に対して納得してもらえる答弁のできるような情報を、そうなる必要あると思うけども、ただ進行中の営業活動にね、これ怪しいですよという、そのなんていうの、疑義をね、行政が提示するというのは、やっぱりいろんな限界あると思います、法律的にね。はい、どうぞ。東京 MX の富田と申します。都内のタクシー料金が10年ぶりに値上がりするというような見通しになりましたけれども、この件についての知事、どのようなお考えでしょうか。いや、それは安いに越したことないけどね、別にその物価もね、どんどん上がってるわけじゃないし、ただ私に言わせると、タクシーに関しての規制緩和ってのはね、私はやっぱり行き過ぎだ気がしますよ。あんな過当競争になってきたらね、個人タクシーも含めてやっぱりなかなか採算合わないんじゃないかしら。まあ、私も運輸省やったことありますから、その経験踏まえて言うんだけども、地方の小都市なんか行くとね、びっくりするぐらいタクシーが増えてね、シーズンは例えばその湘南地方なんか、なんとか要するに利益収益を上げてるかもしれんけど、シーズンオフになったらもうガタッと客が減るわけでしょ。そういうなんていうのかな、こう歪みを踏まえてね、運賃が値上げされるってのは、これ消費者にとってありがたくないことだしね。まあ、その私も現役離れてるから、その問題についてはつまびらかにしませんけども、やっぱりそういったものをやっぱりなんか反省含めてチェックし直す必要なんじゃないかと思いますね。東京のタクシーで、その物価動向に与える影響も大きいと言われていますか。そうでしょうね、うん、私はやっぱりそのね、物価の動向の悪い意味の引き金になりかねないと思います、それは。はい、どうぞ。日本テレビの方だと申します。三宅島のオートバイのフェスティバルについて、昨日岩城浩一さんの参加が発表されましたけれども、今後盛り上げるためにどういう方策をさらに打ち出していくかということと、スポンサーの集まり具合はどうか、この2点についてお伺いしたいんですが。ですから、それはね、例えばお菓子の会社とかね、そういうところの協賛金という形でね、資金作りを今しつつありますし、もう時間もあんまりありませんけど、しかし間に合う限りでですね、来年のこともありますからね、そういうその監修っていうのをつけていきたいと思ってますけども、この間ね、向こうで亡くなった前田さんの
パートナーだった浅田さんという女性から手紙が来ましたがね、まあ、あのマントでね行動レースに慣れてる連中もですね、いや三宅に行ってもいいよって、そのそういうそのなんていうのかな、あのレースにやるなら参加するという意思を持っている選手がたくさんいるって言うんですけど、残念ながらちょっとそっちの方はね今年は間に合わないんでね、あのこの間も村長と話したんですけど、行動といっても人のほとんど住んでない部分を使ってですね、三宅島で一周じゃなしに、あのかなりジグザグ難しいコースで何て言うんでしょうね、レースをするみたいなことは考えてます。あの参加する人たちは別にファクトリーチームでなくて結構なんだし、マントだって別にそれがあの使われている車は全部ホンダですけど、ほとんどね日本車だけども日本のチームが行ってるわけではありませんからね、あの別にそのライダーたちが自分の機材を持ってくることでメカニックな問題が起こったら、その、そういうステーションでですね面倒見るぐらいのことでできますし、ね、とにかくやっぱり回より始めで試行錯誤もあるでしょう。しかしやっぱり始めないことにあの島はとても立っていかないと思う。はい、どうぞ。毎日新聞の木村と申しますけども、ふるさと納税について伺いたいんですが、あの今日は国に総務省 の、 あの研究会が今日最終報告書を取りまとめまして、まあ、結局あの個人住民税の1割をまあ上限にして、まあ、あの税額控除を認めるというような方式になるようなんですけども、あのかねてより知事はあの反対されてきたと思うんですが、あの改めてこの節目にですね、あのどういう見解を持っているのか、まあ、そこら辺が落ち着きどころでしょうね。やっぱりその、ね、寄付というもののなんていうのかな、こう範囲でも広げるような措置をしない限り無理だと思うし、あの一律でレートを決めてですね、どういうのかな、自分が居住していないところで税金を納めるなんて、あの税の原理に基づいているし、そんなもんできこないと私は思ってましたけどね、まあ、落ち着くようなところ一応落ち着いたんじゃないですか。まあ、ただ早ければ来年度から実施ということで、まあ、それ1割が上限とは東京からですねある程度 の、 その税源の流出というのもまあ、考えられるわけで、そのあたり、まあ、都民のこうふるさとへの思いみたいなのをつなげるためにですね、何か知事としてあのできることみたいなのがあるでしょうか。さあ、それに人によってのことでね、その地方から出てきて東京に定住している人でも、そのふるさとに対する郷愁を持っている人と持っていない人っているだろうしね、そこは人間によって濃淡が違うんじゃないのかな。だからそれはまあ行政がで要するに一律にくくってどうこうするような問題じゃないと思いますよ。東京の 町についてはもう地震があるということでしょうか。地震なんかありませんよ。もうこれからって行政事業ものすごく増えていくんだからさ、この間ってやっぱりその公的な建物含めたってね、もうやっぱりそのリペアしなきゃ改修しなくちゃいけない建物の費用ってのは計上しましたけども、数兆になるわけでしょ。で片方じゃ安全とか耐震性って言われてね、それほったらかすにはいかないしね、しかも1年間 1日にですね他県から300万の人が東京にやってきてね、その人の要するにためのライフラインって水だって電気だって全部東京が保証してるわけだ。東京の行政がこの日をどうするんですか。それはやっぱりね考えてる。この間ね、まあ、あの官房長官に会った時に町村君がね、あの横田君が言うかってくれて、石原さん法人二税ねちょっとね東京も考えてくださいとか、それはダメだって言ったね。僕はそんな経験にうんというわけにいかないよと。あなたねやっぱりね、日中300万人口の増える地方のセクターってありますか。どこに、外国だってないと思いますよ。それとはその人たちに対する ね、 そのね行政上の保障ってちゃんとこっち果たしてるわけだ。対価払ってもらおうじゃないかってことになったらどうなるのこれ。まあいろいろ考えてることありますけども、はい。日本経済新聞の伊藤と申しますが、最近遡ってですね、あの国民の年金の保険料をですね、市町村の職員がまあ着服しているということがまあ分かって、あの日野市なんか一応告発するという方向なんですが、他はもう済んだことだからって告発しないというあの自治体も相当数あるんですが、他にも万引きや空き巣狙いだったらですね、当然犯罪扱いされているような金額でも弁済したから処分しないとか公表しないっていう例は過去にも地方公務員でかなりあったように思うんですが、こういう動きというのは知事としてはどうお考えですか。いや個人のね、なんかこう経済衝動に駆られた万引きとかね、まあ、着封の類だったら、まあ、そういうなんていうのかな、免罪っていうのかこう寛容で応じられるかもしれない。やっぱり国民年金っていうね、国家の大事な基本的な事業をね、しかもね現在じゃなくてやっぱり高齢化社会でね、
多くの国民の将来を担保しているそういうシステムをね、現場が狂わしたったらこんなものはやっぱり非常に重大な犯罪でね、あの金額の問題なしに意味は重いと思いますよ。それはもうね、増田君言ってみたいに刑務所入ってもらう、ね、ほらこんなのは論外の話だと思うね、免罪するのは。はい、それじゃあ